ソウスケはね、私の幼馴染なの。白爪草の指輪をはめてくれてね、私をお嫁さんにしてくれるって。お嫁さん。やばい、ちょっとヤミさん、大丈夫か。そうだ、せっかくだからお寿司でも取ろうか。みんな苦手なものはない？そこまで迷惑をおかけするわけには。大丈夫です、何でも食べられます。今俺叩かれたのは意味なんてない。じゃあもらう。なんていうかさ、お金がない相手への対応が私の時とちょっと違わないかな。そうだとしたら理由は言った方がいい。そういうとこだよ。そういうとこだよ。連絡が取れないようなことしてたのかな。助けてー。これかな。ごめんね、こんな話友達や知り合いには聞かせられないから。俺は知り合いですらなかったのか。ローズヒップティー、美肌効果があるんだって。美肌見せる相手もいないですけど。やめて、生々しくさんが来てるわよ。中水くん大丈夫？ああ、おかげさまで。お弁当持ってきたよ、食べようか。あらあら、先生お邪魔よね。私しばらく外してるからこの部屋を使っていいわよ。中から鍵がかかるし、ごゆっくり。天夏先生といい、どうして教師になれたんだね。ダメだ、眩しさで死ぬ。なんか姫宮さん、光属性っていうか柳美とは違う何かがあるな。テレビで例えれば 4K ってすごいと思ってたら 8K が出てきたようなものか。あ、4K。 あ、4K? いや、なんでもない。うまい。ぬくみずくん、ほら、どうどう。ひょー、死体のコスプレ。幽霊です。こんな健康的な死体ある？健康的な幽霊もいないだろ。なんで私呼ばれた？なんかきっかけになればって。でも私邪魔じゃないか？だってお前ヤナミと付き合ってるだろ。いやいや、それはない。まあ聞け、コマリ。ラッコって可愛いだろ。可愛くて大飯ぐらいだからといってラッコに恋はしないだろ。つまりはそういうことだ。あ、感想もついてるじゃん。それじゃあ私のマップよろしく頼んだね。ああ、うん。でもね、彼女5月に転校してきたばかりだよ。ソウスケと私の12年間って何だったんだろうね。もう一度聞くけど、このポテトって柳美さんが頼んだの？ソウスケだって私をお嫁さんにするって言ったの。どこの？ヤクミズくん、割と気が利くね。借金まだ残ってんだし、ほんとここはおごりじゃないからな。しつこいな、分かってるって。そういうとこだよ、ヤクミズくん。ヤクミズくん、まさかお金が足りないなんてことはないよな。こいつひょっとしてただのバカ。ほら座って、1個あげるし一緒に食べようよ。俺にくれるの？つまり俺に食べ物をくれるってこと？だよ。なんで2回言った？今日も2人に誘われてるの。カレンちゃんの家で勉強しないかって。断ればいいじゃん。だって私が行かなかったら二人きりだよ。それはそうと、俺の弁当は。ぬくみずくん、そういうところじゃないかな、友達がいないの。大きなお世話だ。炭の残り火で今度こそじっくり育てよう。名前は節子だ。あ、節子。え、節子？あ、いや、なんだ、食べたいなら言えばいいのに。はい、あーん。え、お、美味しいでしょ？うん。今となっては二人に感謝しかないかな。
柳さんがそれでいいなら。中水くん、まあこれ読むといいよ。何その本。なんかこう、君は君のままでいいんだよ。焼き鳥は串から外さなくていいんだ。一本丸ごと食べていいみたいなことが書いてあるの。なるほど、心が弱った時に読むやつだ。あの柳さん、少しお話を伺ってもよろしいですか。うん、もぐもぐね。まずは生年月日に血液型、家族構成に趣味に特技、お兄様との馴れ初めは。いやほら、柳さんは忙しいんだ。そういうのはまた今度に。でもでも、お兄様の学校でのエピソードも聞かせてもらわないと。私、糖質について考えてたの。そうか、考えちゃったか。人類は糖質の奴隷と言っても過言じゃないんだよ。私も糖質との向き合い方をもう一度考えるべき時期が来たってこと。つまりやっぱそうめんの食べ過ぎで太って。太ってません。お茶のお誘いですよ。女の方と二人でお茶とか、まるでデートみたいです。そんなんじゃないか。今まで読んできたラノベや漫画によれば、付き合ってなくてもデートは成立するという。ということは、俺は柳にデートに誘われたということか。世界なんて滅べばいい。よし、これはデートじゃない。はい、あーん、あーん、なんだろう、こんなときめかないあーんが世の中にあった。練習始まるぞ。はい、今行くよ。お、ほら、新選組の格好をしてた男子、あいつ多分柳美さんのこと、ひょっとして焼いてる。マジで。え、違う。そっか、私に彼氏できたら寂しいのか。中水くん、かわいいとこあるじゃん。あ、それ俺のパン。行こう、柳美さん。え、でもここからがいいところ。あ、ちょっと中水くん。姫宮さん、俺に何か用でもあるの。今日はアンナの様子もちょっと変だったんだよね。それで私の見立てだとね、君とアンナのテンションがなんかリンクしてる気がするの。そんなのたまたまだって。そうかな。あれ、珍しい組み合わせじゃん。ちょうどアンナの話をしてたんだよ。何だから、手いつまで握ってるの。ん、あ、ごめん、あ、悪気はないんだ。何、ルクミズ君、私に告白するの。しないよ。いいよ、告白しても断るけど。だからしないって。柳美さんはいつでも彼氏なんて作れるんだから。あ、だからその、あれあれれ、何、少し前までぬくみずくん、私に彼氏作れって言ってなかったかな、かな。いや、まあ、あの頃は俺も正直だったというか、なんかちょっと面倒だったし。ぬくみずくん、はあ、私って可愛いのかもしれない。はあ、はあ、柳美さん、俺がいつでも突っ込むと思ったら大間違いなんだが。うん、どうしたの。し、柳美さん、え、ちょっと待って、ぬくみずくん、学園祭マジックにはまだ早いって。いや、そうじゃなくて。え、この木先生がビデオ撮ってるから、変なこと言わないでくれないか。はい、あー、嘘を覚えたのかな、ぬくみずくん。あそこのゴンドラから青春の香りがするの。そこよ、もっと行きなさい。そう、あぬきちゃん、覗き目やめろって。やなみさん、なんか美味しそうな生き物でも見つけたの。それもあるけど、生命のロマンっていうかさ、ほら、敵のいない穏やかな環境で暮らしてたって書いてあるでしょ。私の優しいイメージにぴったりじゃん。絶滅してしまい、子孫を残せなかったとも書いてあるな。何が言いたいの。いや、別に。よし、こうなったら焼け食いだよ。え、
ぬくみずくんに唐揚げの何たるかを教えてあげる。いやいや食べ過ぎだって。大丈夫だよ、お金だってずいぶん使った。大丈夫だって。やらかしたね。やってしまった。やろうとしたことはわかるけどさ、こまりちゃんもぬくみずくんを悪者にするのは辛いんじゃないかな。はい、ナスイチはぬくみずくんにあげる。なんで残り1個になってるの。お、見つけた。観覧車乗ってたんだ。二人で何してた。何もしてないって。ぬくみずくんも一回こっぴどく振られてみると分かるんじゃないかな。そんなもんかね。振られたって何にも変わらないし、スッキリもしないんだよ。でもね、無理やり周りが進んじゃうからこっちも進むしかなくなっちゃうの。あれ、振られたことないからよくわからないな。モテゼリフだね。さて、二人で何してたか教えてもらおっか。何って、観覧車に乗ってたんだが特に何もなかったし。私は尊厳は破壊されたかな、ぬくみずくんに。あ、いや、むしろ俺が柳美さんの尊厳を守ったんだが。何それ、詳しく聞かせて。いや、だっ